はい、皆さんこんにちは、榊敦でございます。もうすぐ9月でございまして、全然秋にならへんやんと。秋になりませんね、ほんまにね。こんなに秋が待ち遠しいなって珍しいんちゃうかなと思いますけどね。はい、実はこの7月8月というのはですね、不動産、私どもですね、私とセトルさんという、業者さんがいまして、提携業者さん、もうどうでしょう、かれこれ7、8年こういうことやってるんですけども、お預かりしてるですね不動産がバタバタっと制約をしていきました。2億ぐらいいったんちゃうかなという感じがしますけどね。まあ主にマンションです。主にそう、分譲マンションですね。不動産売却相談会に持ってきていただいて、どうしましょうと言われて、まあこれ売りましょうと。あのね、いつも言うことなんですけど、持ってこられてね、こんな恨んでええやんっていうのいっぱいあるんですよ。で、僕不動産やっちゃいますからね、恨んでええやんという時に恨んでええやんって言うんですよ。で、不動産屋に持っていくと絶対売りましょうって言われますからね。なんでかというとですね、不動産屋はですね、売ってもらって仲介手数料を得て初めて仕事になるんですよ。だから何でもかんでも売りたいんですって思ってたら、売りましょう売りましょう売りましょう、絶対そう言いますよ。で、僕の相談会の場合は5件に1回ぐらいちゃいますから、これ絶対売りましょうって。で、5件に1本ぐらいの絶対売りましょうっていうのもですね、お客さんが嫌やって言って売らへんかったら、もうそれはそのままなんですよ。いや、何をしてるのかなと思うんですけど、いや絶対売った方がええやんという物件でもね、いややっぱり売りませんって、そうなんと思って、絶対売るべきやんと思いますよ。でね、合計に4件ぐらいはね、別に恨んでもええんちゃいますのと。いや、自分の住んでるねマンションとかやったら特に、いやどうするんですかと、売ってと。確かに今売ったらね儲かりますと、儲かっても税金は払いますよと、でこれくらい残りますよと、どうするんですかこれからと、住むうちあるんですかと、ないとか言われたら、いやそれは恨んでもええんちゃいますと。確かに売ってね、今ね2000万や3000万の現金を手にしたところでね、賃貸で使っていったらすぐなくなりますからね、割合すごいね。いやそれでもね、そのお金を一旦手にすることに意味があるっていうんであれば話は別ですけど、で、わけわからんのはね、これ絶対売ったらええやんというような不動産、あれが多いですね。マンションよりもね、戸建てが多い、戸建て系が多いですよ。古い家とかね、そんな絶対売ったらええやんっていうのを、いややっぱり売るの嫌ってそれでも最初は持ってこられるんですよ、これどうしましょうって。いや売ったらええやんって言うんですけど、売らない人いますね。どうするんでしょうね、あんなんね。いつも思うのはね、ご高齢の方が多いんですよ。まあつまり、まあ80過ぎたら私はご高齢というふうに申し上げますけど、まあ、75以上でもご高齢かな、というとね、もうなんていうか、あと20年も30年も生きるっていうことは考えにくいわけですよ。もう10年以内というふうに考えるのが普通です。相談に来ていただいた方もね、じゃあ売りますっておっしゃってですね、じゃあ見に行きますって言ってですね、待ち合わせの前の日に電話がかかってきて、実はなくなりましたってあるんですよ。あるんですよ。80をいくつでしたけどね、元気そうでしたよ。いやちょっとご高齢やけども大丈夫かなと思っていたら、その日の朝亡くなりました、ね、あるんですよ。ご高齢の方とお話していて、いつも思うのはね、ご本人はねまだまだ10年20年生きるつもりなんですよ。あれ不思議ですね僕今61歳ですけど、あと14年というふうにこう自分の寿命を考えてですね、それに合わせてですね、いろいろやっていこうというふうに、まあ、やっていけるかどうか分かりませんけど、一応その予定でいるわけですけど、80歳ぐらいの方がね、あと10年ぐらい生きるつもりでいらっしゃる。まあご本人そうとはおっしゃいませんよ、おっしゃいませんけども、そう、あ、この人まだ10年ぐらい生きるつもりなんやと。でもお話ししてる感じからして、とって思うわけですよ。あと10年大丈夫かいなと。不動産ね、そうなった時何が面倒くさいかというと、ご本人に判断能力があるかないかって、法律能力って言うんですけど、専門用語では
つまりこうきちんと判断して意思を表示できるか、意思を示せることができるかという能力なんですね。でそれがないとみなされたら面倒くさいことなんですよ。その権利を継ぐ人、あるいは法律的に代理をする人がこう選任されてそうなるということになるわけです。くっそ面倒くさいから不動産は大嫌いです。まあそんな問題もあるんですけど、いやだから売りたくないっていう人も、持ってきながらね迷って売りたくないっていう人も結構います。あれどうしてるんやろうと思いますね。売ったらええのにと、あるいは騙されてる人いますね。あの人どうしたという話が、とある地方のね、地方のお医者さんですよ。お父様が開業医でご自身もお医者さんですね。でそれがお父様のですね、こう開業していた土地を順番に売るんですけど、きれいに騙されてるんですね。これはあかんやろと、あまりにもきれいに騙されすぎてるんです、ね、でしかもそのいげつない方法で、ああと思いながら、でもその地方なんでね、僕らがはい、あじゃあ明日来ますというレベルではないですよね。いや出て行ってもいいですけど、これこれこうですね。まあでもそのね、なんと不動産ってね本当にね、人間ドラマが絡んでるんですよ。大概絡んでるんですよ。でピャッピャッピャーってやってる場合もありますよ。それもうそれ少数派でしょうね。大概、あここ私がって高校生まで住んだんですとかいうようなマンションを持ってくれると分かりました、一生懸命売りましょう。ただね、物件ですからね、要はね、なんていうかこう市場価格で売るのは非常に簡単です。今は例えばこれ6000万ですって言った物件をね、6000万で出していただければね、すぐ売れます。場所によるよってね。でいやこれ、6000万ですって言うてんのに、いや8000万で売りたいとか言われたら知りません。いや8000万で出しますけどね、僕らはね。まあ僕もね、瀬戸さんもそんなガッツついてないんでね、まあしゃあないなんだ、8000万って言うたらしい、じゃあ8000万でやってみようって、1、2ヶ月やってほら あかんでしょって言うてお話をしていくんですけど、6000万の物件を6000万でいいですってくださいって言われたら入って出せば、大体数ヶ月 2,3 ヶ月で決まります。場所によりますけど、6000万ぐらいのエリアならね、例えばこれ3000万やなというエリアがあるわけですよ。分譲マンションのね、3000万やけども、3000万で出しても何ヶ月かかるかなというエリアがあったりするとですね、大変ですよ。そこを3500万とか3900万とか言われたら、ああこれ売れへんわと思ったら、もうそれはですね、こう半年以上かかるし、大体3900万で売れますよ、そういうところ。まあそのね、これはおいくらですっていうのはマンションであれば大体その場で出ます。でややこしければね、瀬戸さんがきちんとこうあれを書いてくれるんですよ、レポート。ちょっと 1,2 週間かかりますけど、仕事は丁寧なんで、大体で土地とかはね、その場ではあんまり出ません。でもまあ 1,2 週間で書いてくれますんで、まあそのね、売りましょうという価格で売っていただければ売れますし、おいでね、自分の住んでるマンションを売るとかいうのはね、それは非常に問題があるんですけど、誰も住んでへん、もう知らんやんそんなんって、どうすんのこれみたいな、そんな物件はまあ、早々と売りましょうよと。買った人は何か使おうと思って買うわけですからね、そういう人に渡した方がいいわけですよ。で今ね、こう価格がこう全体で都心は上がってるんですよ。でも郊外は上がってないんですよ。でもね、皆さんやっぱりね、1万円でも10万円でも高く売りたいと思ってる人が多くて、いいんですよそれは、ご希望、市場がこう上がってる時やったらね、今これ出しててもそのうち上がってったらここで売れるとかってあるわけですよ。今ね上がってないで、実は中古マンションとか中古の物件は止まってるんですね。もう1年ぐらい止まってる感じがしますね。都心の都心の一部は別ですよ。都心とか湾岸の一部は別ですけども、他は大体止まってるんですね。止まってるんだけども上がってるという誤解のもとにですね、相場が6000万円のに8000万って言われたら、あとちょっとこれは無理ちゃうかなと。
ただね、ご本人が納得していただくというのが基本ですから、じゃあ8000万で、まあ分かりませんと、まあもしかしたら、万が一、こう8000万で買ってもいいという人が現れるかも分からんで出しましょうと。あの、普通の不動産屋はそんなことしませんよ。まあもうそれをやるんであれば下心がいっぱいあって、あとでこれ4000万でこうたるとか、そういう感じの下心がある連中はそれを受けるんですけどね。まあそんなね、どうでしょう、もう 7,8 年やって、見けた何百人という人の話を聞いたような気がします。でそのうちのですね、何十人かの物件をお預かりして瀬戸さんと売ってもらいました。あの、裏いでもええっていうパターンがさっき言ったように5件来たら4件ぐらいは別に裏なくてもええんちゃいますかと、持ってた方がええんちゃいますかというのはあります。だからどうでしょうね、半ば趣味でやってると思うんです。何がこれいいかというとね、いろんな人のいろんなこう不動産話が聞けるわけなんですよ。これは親から相続したとか、これはこういついつ買ったとかって、ああそうですかっていう感じになって、あのいろんな人いますからね。いや、あの本読んでるだけ、ネットで情報収集してるだけではわからないような話がいっぱいこう聞けるし入ってくるし、またそれをお手伝いしたりできるわけであって、あの随分勉強もさせていただきましたはい、そんなですね、不動産売却相談会、私がもうお待ちしております。9月2日今週土曜日でございますね。日本橋横山町というところでございまして、東京都中央区です。都営新宿線という新あの地下鉄がございまして、曝露横山やったかな、曝露横山の A の2という ABCD の A の2という出口に出たとこでパッと見えてもらったセトルという看板が出てますんで、あのそこの2階をお借りしましてやっております。あの浅草線の東日本橋駅もですねつながっております。ただしちょっと歩きいただきますんで A の2という出口をお探しいただいてですね、そこの2階で13時から17時でですね、いらっしゃって最近2、3件なんですよ3、4件多くて今日4件来たら今日はいっぱい来たなって話やってるんですけど、私はお待ちしております。アポ不要でございます。でもしかして、ね、前の方がいればですね、少しお待ちいただくかもしれません。後ろに使えてますとですね、1組30分で終わらせます。というか大体30分なんですよ。そんな何3件も4件もね、物件持ってこられたらちょっとそれはすみませんになりますけど、今までそうお待ちいただいたことはございません。無料でございますんで、これお金取れないんですよ、さっき言ってね、法律的に。無料でございますんで、ぜひおいでください。13時から17時私は、まあ、お待ちしてますんで、物件の資料ね、あの不動産屋にこう分かる程度の資料、まあ、図面があればいいしですね、お買いいただいた時の購入時の資料があればいいですね。少なくとも場所とですねこの形が分かる小型であれば、マンションであればその物件名と何号室であって、何平米ぐらいまでが分かるものがあればお持ちいただければと思います。ということで今週土曜日、不動産売却相談会でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。